皆さんこんにちは、文ちゃん先生です。今日はですね、トマトスープ、要するにミネストローネですね、これを作ろうというふうに思うんです。材料は人参とじゃがいもと玉ねぎとトマト、それからニンニクです。でこれをまず1センチ角ぐらいに切って油で炒めて、その後ここにあるコンソメですね、これを小さじ1杯ほど入れて塩コショウで、あと味を整えるというだけの話です。これニンニクね、これぐらいの大きさに切れば、鍋にニンニクをこう入れて、でオリーブオイルを入れて、まずこれ炒めます。野菜を炒めるんですけども、玉ねぎ結構しっかり炒めてあげると甘さがいっぱい出てきます。でトマトはですね、このようにこう切りました。でこれをですね、ちょっとジューサーで、要するにトマトジュースを作ってやろうというふうに思います。